断じ。あということで今日はですね、男児初のあの料理を作ってみたいと思います。よいしょっと、はい、こちらでございます。家で珍しく仕込んできましたよ。それは鶏の丸ですよ。ニンニク、豆板醤、醤油を混ぜまして、さらにさらに臭み取りでネギの青いところを入れたものを家でね、漬け込んできましたよ。これをビールとバケツを使ってですね、ビア缶チキンを作ろうじゃないか。行こう。あ、ちなみに先ほどの訂正でございますよ。家で仕込んできた丸鶏にかけたものなんですけれども、刻みニンニク、醤油、生姜、豆板醤、ネギの青いところということでございます。さっき生姜って言わなかったね。行こう。ダンダンダン男児。ちなみにこのビール使うんですけど、先ほど私この500ミリリットルを約半分飲みました。半分は取っておいてビア缶チキンに使いますよ。半分残しておいてくださいね。喉渇いちゃったからさ。本絞り行こうよ。よいしょ。はい、スタンレーのグローラーに入ってる氷をさ、あ、凍っちゃってカチカチカチになっちゃってる。これよいしょ、よいしょ。氷いっぱいさ、美味しいでしょ、美味しいでしょ。よいしょ、はい、よいしょ。あ、凍っちゃった。よいしょ、よいしょ。いけい、よし、よいしょ。いいね、泡が、泡最強、泡最強でございますよ。よいしょ、行こう。うまいよ、やっぱりさ。今日さ、寒いと思ったんだけど意外と暑いから喉乾くよ。よし、ダンダンダン男児。今日はね、このキャンプ場ほんと広いんですけど、まあ私だけソロキャンパーの私がこの広い広大なキャンプ場で一人ぼっちですよ。でね、よくツイッターとかインスタグラムで初めてソロキャンプをやろうとしてる人たちがね、よく書いてある言葉、ソロって寂しくないですかというね、よく見るんですけど、寂しいって思ったことはないな。むしろ自由。自由じゃない。ソロってのは一人だけ。グループキャンプとかファミリーキャンプと違って、やっぱソロにね、憧れる人たちっていうのは多いわけですよ。それは何かというと、自分自身の自由をね、とにかく満喫できる。誰かがいれば当然なんか作ってあげようかなとか、これ俺がやらなきゃいけないなっていう感覚ってあるじゃないですか。それが全くないのがソロでしょう。だから寂しいっていうのは、もともとがグループとか誰かといたい人の感覚なんだと思うんですよね。まあ、僕はもう46歳のおっさんなので、むしろ自由っていうのかな、日常こう生きているといろんな人たちと関わって一人でいるってことはないわけですよ。それがソロキャンプをやると完全に一人でやるね、こういう大好きな焚き火とか、このキャンプというもので野の中で身を置いてですね、獣も来るかもしれない、虫もいつも来る、そんな中でいる自分が大好き。寂しいと思ったことは一度もないな。むしろソロの方が楽しいと思うことしかないですね。はい、ダンダンダン男児。
さて、そろそろ火がね、いい感じになるのでビア缶チキンの準備をしていきましょう。こんな感じでございますよ。丸鶏ですよ、丸鶏。これをビア缶チキンですから半分飲んだ缶をですねケツに突っ込むでもその前にやることがあるんだよ。はい、そのままね突っ込んでもいいんだけど私はこれ缶切りね、ここを取ります。これね、取らなくてもいいんだけど、取った方がね、丸鶏にね、ビールの味がね染み込むんだよね。オッケーよいしょー、こんな感じ。半分以上残ってるから土台に飲んでみようよし。で、本当はこのねビールの中に香草系のちょっとハーブ系のものを入れた方が美味しくなるんですけど、そんな面倒くさいことは男女はやりませんなのでニンニクニンニクをですね入れちゃいましょう。チューッと、こんなもんかな。 OK、 ニンニク入れましたよ。一回シェイクしてシェイク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 、おう、いいよ、いい香りになってきたよ。そしたらさ、いいよいいよ、この肉ですよ。これね、でかいよこれ。その前ちょっとおきびおきびおきび。いい感じじゃん。いや最高最高。いいよいいよいいよ。あーちょうどいいね。で一回手拭いて素手でいくよ、素手ででかいぞこれ。どっちがこれ上なんだろうな。あー、こっちが手だね。手がこの上だわ。だからこっちが頭があった方だね。で後ろがケツケツの方からさ刺すのよ。よしゴー、突っ込むんだって。おお、意外と入ってるよ。ほら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 、くるりんぱくるりんぱくるりんぱ、バカ野郎結構安定してんじゃん。いいよいいよ。そうしたらさ、これを火にかけていくのでちょっとカメラを直してよいしょ。火にかけるとニンニクを入れたビールがですね中の肉に染み込んでいく。だけど上にも穴開いてるからここを用事用事で閉じます。とても大事よ。よし、うーん、これ絶対うまいわ。もう匂いが最高だもん。よし、ちなみに私人生で初めてのビア缶チキンでございます。はい、とりあえずネットを見てね勉強してきました。オッケー、こんなもんじゃないの。閉じたよ。そしたらまずはこれを置くじゃん。さらにこれを置くよ。紙置いたの、いい状態。置いた、安定するか。おい、じゃ不安定だねこれ。危ねえなこれ、熱いなこれ。よしよしよし、いいぞ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 。ちょっと待って、カメラがおかしいぞ。カメラをちょっと直せ。こんな感じかなよし、乗っかったよね。乗っかったらさ、ここにこれだよこれをかぶせればさ燻製みたいにできるでしょ。これいこう。あ、いやもうビジュアル的にはこれでもいいんだけどね行こう行こうよ。これをさこうやって、ほらいいんじゃないの。ちょっとこれプラスチック大丈夫かな。まあいいか、もう燃えちゃってもいいよ。行こう行こう行こう。よしよし、 OK、 いいんじゃないのこれ。ほら、あぶら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 、どうなってんのこれ。わかんねえけど、とりあえずこれでさ、これで焼いていったらうまいこといくんじゃないの。行こうダン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 ジ、ナイスビジュアルうまくできるかなこれ。他の人いたら何やってんのって話だけどさ、いいんじゃないの。あのピンク色のプラスチックの部分がもうすでに溶けてる仕方ない、関係ない。っていうかものすごく不安なので一回開けてみましょうか。行きましょうよ。いきますよ。熱いからね、多分。そっとよ、行くよ、せーの、パカーっと。ビールがちょっと待ってよ
断じ。